これまで多く寄せられたリクエストにお答えして、文学を学ぶ方法についてお教えします。文学を学ぶ手段や目的というものは無数にあるんです。今回はそのうちの一つだけお話しします。ここで重要なのは、文学を学びたいと思った人が本当は何を求めているのか、これをはっきりさせることで初めて手段について考えることができますよね。事前に3つの選択肢を排除しておくことにしましょう。 その1、作品や作家の研究をしたいという考え方。まあ、こう考える人もいるかもしれませんが、だいぶ少数派なはずです。でもし、研究をやりたいのであれば、大学院に行くであるとか、あるいは市政の研究者として資料を集めるであるとか、そういったやり方が考えられますが、これは排除しておきます。2つ目、人生訓を学ぶために文学を読みたい、文学作品を読みたいというもの。 なんでこれ排除するのかというと、多かれ少なかれ誰でもやってることだからです。まあ文学作品に限らず、アニメや漫画やゲームからでもそういったことをやってる人多いはずですね。まあ、これは別にお好きにやればいいんですけれども、何が問題かというと、20世紀に入ってから、それ以降の世界トップレベルの文学作品は、軒並み理解できなくなってしまうということです。 そういった本当にハイレベルな作品っていうのは人生君っていうものを読者に与えようとしないんですよ。そういったものをちゃんと理解して自分のものにするために、自分の読書体験にするために、この選択肢も排除しておきます。えー、選択肢3つ目は雑学を集めるということです。えー、よくありますね、えー。テレビ番組でも、ダザイオのプライベートではこういうエピソードがあったとか、あと、 林文子はこうだったとか、坂口アンゴはこうだったとか。トリビアは、所詮トリビアに過ぎません。それ以上のものにはならないんです。トリビア集めをするぐらいであれば、一人の作家の、こんな分厚いやつでもいい、電気を一冊読み通す方が、はるかに有益です。さあ、私たちが本当に求める目的というのは何なんでしょうか今回は、こういう表現をしてみます。 認識の技を一つでも多く集めること。考え方の必殺技を作ることえ。というわけで、これを目的にこれから考えてみますが、文学っていう言葉自体は読み書きの術という意味が本来の意味です。 私たちが読もうとしている詩や小説戯曲批評というものは「文芸」という言葉で一括りにするのが正しいんですが、まあ、今回は分かりやすく「文学」と呼び習わすことにします学ぶ具体的な手法の話に入る前にもう一段階私たち読者にとって作品を読むとはどういうことなのかこれを確認しておきましょうこれシンプルな話とはいかないんです 私たちが作品を読むときに、そこに書いてあるものは何なのかというと、何らかの出来事の連続として読者は捉えているわけです。あのー、芸術に理解がない人って、こういうこと言うじゃないですか。フィクションなんて、所詮、おとぎ話だ。作り話なんだって。誰でも一度は聞く言い回しですよね。でも、文学を学ぼうとする人にとって、これは完全に間違いです。 作品の中に書かれているのは、作品の中の事実、作品に固有の現実です。それを私たちは観察している。これが読書なんです。ただ、話はここでは終わんないんですよ。私たちのこの観察の目線というものの中には、必ず偏見が含まれています。えっ、ー、と、よく小説の感想として多いのが、私はこの主人公に共感しましたっていうような、あ、読語の感想ってたくさんありますよね。 でも、別の登場人物から見てみたら、この主人公、最高に嫌なやつかもしれませんよ。これにもし気がつくことができたら、私たちはそこで新たな見方を獲得しています。つまり、今まで持っていた認識の多駄のようなものが解除されている状態。新しい認識を獲得していますね。これが、私が先ほど言った認識の技を手に入れるっていうことなんです。言ってみれば、真の意味で作品を読むということは、 いわゆる巷で言う文学作品を味わうってやつとは全然違うんです。むしろ、どうして初めて読んだ時にこの見方がわからなかったんだろうって悔しい思いをするほど新しい見方に出会ったり、こんなに好きだった作品なのに今となっては嫌な作品だと思ってしまうというぐらい新しい認識に出会うこと。これが本当の意味で読むということなんです。 こういった今のところ自分の認識の視覚に隠れている見方っていうものは今から言う手法で自力で発見することもできますが基本的にはその作品に関連する本を読んだりあるいは信頼のおけるレビューを読んだりまあ今ネットではレビュー動画ってたくさん転がってますけれどもねあるいは水星読書クラブでも毎月開催していますが読書会のようなその本を読んだ人たちがたくさん集まるっていうイベントに参加して自分 自分が考えもしなかった見方あ他の立場他の職業を他の境遇にいる人だからこそ考えられたことっていうのを聞くことによって増やしていくことができますこんな風に技をどん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 増やしていくとよく使う新技っていうのが出てくるんですこれがいわば必殺技ですねこういった必殺技認識の必殺技は 次の新しい作品を読む時に使えるというだけのものではなくて、人との会話であるとか、あ暮らしの中で遭遇する出来事や場面であるとか、それから新しく入ってくるニュースを捉えるときにも自動的に出てくるものになります。これが認識の必殺技です。それではお待たせしました。文学を学ぶ具体的な手法の部分についてお話しします。手法といっても、どんな風に本を読めばいいのか、これが手法になるわけですが、今回は2つ、 やり方を紹介しますまず一つ目はとても簡単なやり方です。何度も思い返したい言葉に出会うために本を読んでいく。これ、非常にいい例があるので、ちょっとそのまま読み上げてみます。えー、大江健三郎の小説、シリーズ、新しい人よ目覚めよの第2話ですね。えー、怒りの大気に冷たい英治が立ち上がってっていう作品があって、この冒頭部分が非常にいいサンプルとなっているので、読み上げます。 無垢は知恵と共に住んでいるが、無知とは決して共生することがない。と、ブレイクは書いている。この格言のような言葉は、僕にとって十分に意味が明確なのではない。しかも、引き付けられる次の言葉、組織を備えていない無垢それは不可能なことだ。という一句と組み合わせて、一つの調子に書き添えられている。等の調子を、これまでの様々な時期に繰り返し、 しかし走り読むようにして読んできた。という冒頭の一節なのですが、イギリスの詩人ウィリアム・ブレイクのある文章を何度も読み直してきたあ、何度も思い返してきたっていう、そういう部分ですね。非常に大雑把な言い方をすれば、無垢つまりイノセンスは馬鹿の属性には絶対にならない。むしろ必ず知恵の一種であるのだ。 ということが、このウィリアム・ブレイクが言っていたことで、これは4つのゾアっていう、今のところ日本語訳はされていないすっごい長い詩の、本編が終わった後の添え書きに書かれている言葉なんですけど、これを読んだ大江健三郎は、人生の節目節目でこの言葉を思い返しながら、そのたんびに微妙に言葉の意味が自分の中で変わってきているっていう、これを経験するんですね。 まあ、毎回、ウィリアム・ブレイク級の最高級の言葉に出会うことができたら、あそれはいいですけれども、でもここには難点が2つあります。旗から見たら、えー、なんか、名言っぽいけど、いいこと言ってる風なだけじゃないっていう言葉を、うっかり誤って飲み込んでしまうという可能性がある。もう一つは、 単なる名言集でもこれが満足できてしまうという、そういう難点があるわけですね。えー、というわけで、もう一つの読み方に移っていきます。作品を読むとき、4つの要素について時間をかけて考えてみてください。主体、内容、形式、外部。この4つです。一番最初の主体というのは、作者のことでもあるし、作品の語り手のことでもあります。まあ、言うまでもないことですが、 作者と作品、それから作品の語り手というのは全く別の存在です。この語り手というのは言ってみれば作品の中で最も虚構度の強いものであるということもできますね。あるいは作品が三人称であると思えたとしても、この三人称は読者に何かを隠しているのかもしれません。よーく読んでみてください。二つ目の内容は簡単に言えばストーリーのこと。 だから一番分かりやすい部分ですよね。でも話は単純じゃないかもしれません。ものすごい面白かったっていうエンタメ作品のストーリーが、実はある特定の人種が危険であるというような偏見を撒き散らしているかもしれません。あるいは、ダザイオサムのハシレメロス。もう中学の国語の教科書に載るぐらい有名な作品ですけど、感動して涙流しながら教える先生いるんですって。でも、冷静になってあの話読んでみれば、 笑い話として捉える方が明らかに多い作品ですよね。三つ目の形式はちょっと難しい言い方ですが、表現の仕方のことです。私は部屋を出たっていう言い方と、私が部屋を出たっていう言い方、たった一文字違うだけですが、語り手の私と作品の中で動いている私、距離が違うのに気がつきましたか私は部屋を出た。私が部屋を出た。 頭の中でどんな映像の違いになるかちょっと試してみてください。あるいは、なんかこの小説面白みがよくわかんないんだよな。イメージが漠然としちゃうんだよねっていう作品も映画のように、映画の画面を想像するように見てみると、あれ途端に面白くなるじゃないかというようなこともあったりします。これが形式に注目するということです。文学作品を読むとき実は一番面白いのは、一番重要視してほしいのはこの形式の部分なんですよ。 四つ目の外部は作品の外部ということ。一例を挙げるなら、その作品は時代の影響をものに受けてたんでしょうかそれとも意図的に時代の影響を遮断して書かれたんでしょうか えー、昔を舞台にした作品であれば、史実をどんな風にアレンジして書いているのでしょうか。えー、あるいはあ、この作品が後世にどんな影響を及ぼしたのか。まあ、後世の作品や、あるいは後世の社会に影響を及ぼしたのかもしれません。えー、文化的に非常に重要なあ作品になったのかもしれませんね。えー、そんなことがあ、作品の外部であるわけなんですが、外部に関して、えっ、ー、と、面白い本を挙げておくなら、えっ、ー、と、2冊ご紹介します。えー これは、高談者現代新書から出ている作品ですが、あとゴシック小説と呼ばれる、まあ、ホラー小説の一ジャンルのようなものがテーマになりつつも、ディズニーランドのホンテッドマンションとも話を掛け合わせて、このホラー的な作品の 裏側あ、文化的な背景には何があったのかを検証していくという非常に面白い作品です。講、えー、段者現代新書の紫色のですねで。それからもう一つは、えー、日本の近現代文学を考える上でもう必読の一冊です。えー、文芸評論家斎藤美奈子のデビュー作、妊娠小説。でこれは千曲文庫から出ていますけれども、実は日本の近現代小説の 隠れてはいなかったんだけど、誰も言及してこなかった、目殺されたテーマというのが、実は女性の望まぬ妊娠だったじゃないかということを鋭く指摘した一冊です。この二冊を読むと、作品の外部を読むとはどういうことなのかよくわかります。これが二つ目の手段であるわけなのですが、こうして認識の技、あるいは必殺技というものを自分で作っていくと、誰かと、 いずれ必ず対決することになる、衝突することになるんです。言ってみれば、自分は賢くなればなるほど、誰かと衝突しやすくなるものなんですよ。えもちろん、向こうも技を持っていますから、ここでバトルが起きます。自分の力を信じるもよし、向こうの技量を認めて、新たな技を手に入れるもよし、それは皆さんにお任せします。ところで、人生君と認識の技って同じなんじゃないのって思う人もいるかもしれませんが、これは明確に違います。 人生君っていうのは、どんだけ偉そうなことを言っていたとしても、それに従って行動して、もし失敗してしまった場合、絶対に責任を取りません。でも、認識の技、自分が体得した認識の技っていうのは、あなたのことを絶対に裏切らないし、見捨てないし、そばから離れません。これはやってみればわかることです。最後に、私がこれだけ言ったとしても、 そんなのが何の役に立つのっていう奴は絶対世の中にはいるんです。そういう奴に遭遇したら言ってやってください。文学作品を読むっていうのは旅行と同じなんです。それは仕事で出張に行ったり、視察に行ったりするのとは全く違う。出張や視察は旅行にはなれません。旅行っていうのは行きたいから行くもんなんです。出張や視察でしか世界を見ない人と好きで旅行に行く人。 この二人が世界について語り出すとき、一体どっちを信頼できるか。答えはもう明らかじゃないですか。それでもわからないっていう奴がいたとしたら、私たち本の読者は一言、お気の毒にっていうのが正しい対応方法です。読み書きのすべ、文学は少なくとも5000年の歴史があります。文芸に関しては最低でも4000年の歴史です。 それを役に立てられないやつの方が間違ってるんですよ。